Hello， 各位观众朋友，大家好，我是大师。那我们现在要继续下一章的剧情，是第二话《海贼狡猾的客户》。OK， 那我们一样选鲁夫好了。よし、やるか。波を航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村の少年ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほら話で元気づける心優しい少年でもあった。意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ、えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装いカヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ。みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。師匠、信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。と捕まえろ。くそくそ。俺は嘘つきだからよ、鼻から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもをお迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部あたしのものよ。ね、お前ら。OK， 好，从黑猫海贼团手上保护村民，拜别条件，村民前面打倒海贼队长，确认名级。OK， 然后这个片部要跟克洛交战，所以我们一开始要把克洛一出现，我们就要把他引到片部那个地方，然后。片人部的作战就是他有一些陷阱，然后把克洛好像叫一些人去把陷阱拆掉，所以我们要阻止他们，就可以玩到解开密宝世界。OK。俺の名はキャプテンウソップ。
死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキを踏みつぶして村へ進め。北から攻めてきたみてえだな。村には誰一人言わせねえぞ。北っつったらあっちだな。上の宝が心配だわ。急がなきゃ。ひどまりか。誰だお前ら。なんで見つかったんだ。俺が仕方ねえ。やつら。あいつら勝手に。仕方ねえ。俺は俺のやり方で戦うだけだ。船の中に宝を見つけたぞ。400、いや500万ベリーはありそうだぜ。私の宝に手を出すんじゃないわよ。バナの準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おい野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。うわっ、村はあっちか。やってきた。もうとうに予定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのザマは。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。野郎ども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。こうしちゃいられねえ。別の道にもバリケードを作らねえと。そっそん。見せてやるよ、三刀流の極意をな。よし、ここのバリケードは完成だ。次はあそこだな。ここも完成だ。最後はあっちだな。
存。よし、これで簡単には村に入れねえはずだ。俺の予定を狂わせる奴は皆殺しだ。よし、作戦成功だ。出陣！やったな、ウソップ。こそこそ逃げ回って何を生きがっている。そういえばお前の親父も村を逃げ出した臆病者だったが。臆病者だと？てめえ、それ以上親父をバカにするな。俺は親父が海賊であることを誇りに思ってる。勇敢な海の戦士であることを誇りに思ってる。俺はホラ吹きだから、俺が海賊の血を引いているその誇りだけは偽るわけにはいかねえんだ。生意気な。今にその言葉を後悔させながら殺してやる。畜生、あの野郎、バカにしやがって。ヤゾップだろ、お前の父ちゃん。お前、なんでそれを知ってんだ。子供の頃に会ったことがあるんだ。お前と顔そっくりだからさ。今もきっと赤髪のシャンクスの船に乗ってるよ。そりゃお前、大海賊じゃねえか。そんなすげえ船に乗ってんのか、うちの親父は。俺だっていつか親父みてえだ。勇敢な海の戦士になってやるんだ。よっ、
现在是要引那个克洛跟蝙蝠交战，所以我一直在那边等他。有了有了。カヤはお前のこと信じてたんだぞ。この三年間、夢見るお嬢様に散々付き合ったのも、それに耐えたことも、すべては今日のため。かつてはキャプテンクロを名乗ったこの俺が、鼻垂れの小娘相手にニコニコへり下って心ならずもご機嫌取ってきたわけだ。わかるか、この屈辱の日々。クロー、殴りたいか。お前じゃ俺に触れもしねえよ。殴られるのがそんなに嫌なら俺が百発ぶち込んでやる。あ、基本上这样子就是一把事情都解决了。东西三个纳米就变成了。先到最，没走错，最左边那个看一下，最右边的，これくらいで降参したりしねえよな。どいつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だ、全員消してやる。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようとウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。何が勝てねえのか言ってみろ。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる、幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。あの構え、杓子だ。杓子を使う気だ。着地！啊！キャプテンクロー、やめてください！無駄だ！これは抜き足での無差別攻撃！あやつに本人も何食ってるか分かっていねえんだ！出てこい、執事！お前は仲間を何だと思ってるんだ！破壊所有路障。キャプテンクロー、やめてくれ！ダメだ、さっさと計画を成功させるしか俺たちが助かる道はねえ。よよよ、お前ら、俺は特別な罠を仕掛けに行く。その間敵を近づけないでくれ。もうキャプテンクロにはついていけねえ。どうせ殺されるならお前らに望みを託すべ。クロをぶっ倒してくれ。この船の宝は私のよ。シベリーたりともあげないわ。俺は村を守りに行く。ここを離れるが
問題ねえよな。とりあえず私のやれることはやったわ。あとは任せる。今度は攻撃策が成功すれば村は守れる。頼んだぞ。这时候就是好像要那不是往前之前会让人家帮忙了。一分钟啊，太久了。敵が邪魔で罠を仕掛けられねえ。誰か援護してくれ。え、何じゃ。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも、ちぎしょう。もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。ん？お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。よっと。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。助太刀つまねえな。本当ほう。
ソモノのお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。疲れたのさ、海賊として名を上げることにな。海で名を上げることが怖くて海賊がやれるか。俺の計画は絶対に狂わない。黙って切られてりゃいいものを。させるか。貴様、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その後もの俺の計画は絶対に狂わない。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。だな。がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって、愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。好，那这一集就到这边结束了。やったな。啊，击破数1000，这样还没有 S 哦。真难打。OK， 好。
那这一集到这边结束啊。那喜欢的频道欢迎到频道订阅，也欢迎到粉丝页按着赞，以追踪最新消息。那谢谢大家收看啊。虽然这款《海贼无双三》是去年就已经开始出了，虽然过了一年我才录，那没关系，那我还是会把它录故事录完。那谢谢大家收看，会喜欢这款《海贼无双三》的游戏。OK， 好，谢谢大家收看，拜拜。